押し、まあ、琴勇輝は突きですかね、それぞれ持ち味が違う。そうですね、まあ、ガガ丸としては 馬力ですよね、はい、琴勇輝としては動きを止めたくないですよね、立ち合いの当たりからですね、ええ、今場所はこう頭でいく立ち合い、頭の方が先にいく立ち合いも何番か見せている琴勇輝、大きなガガ丸との対戦。立ち合いです。今日もまっすぐ当たっていきました。さあ押し合い、どっかでいなすか琴勇輝、先にガガ丸が少し引きました。回り込む琴勇輝、押し込んで右から突き落とし、琴勇輝の勝ち。大きなガガ丸が横倒し、土俵際まで攻め込んでいったのはガガ丸でしたが、最後は右からの突き落とし、琴勇輝が7勝3敗、勝ち越しまであと1番として、明日からの終盤の土俵に臨んでいきます。突き落とし、突き落として琴勇輝の勝ち。攻め込んだガガ丸はこの表情です。立ち合いから両者こう、琴勇輝も頭でまず当たって、そこからの突きですね。ガガ丸もねよく攻めたんですけどね、先にガガ丸が少し引くような動きもありましたが、どこで琴勇輝がこういなすかと思ったんですけれども、ガガ丸が低い姿勢のまま押し込んでいきます。最後この突き落としを決まったのは何が良かったですか。ガガ丸としてはまわしを取っ